機動戦士ガンダム8話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではジョニキいきます。来た、戦場は荒野。うわー怖いな。戦場は荒野、怖すぎるね。はい、まさに荒野。陸上戦ガンガン、空からもこんにちはかな。上下からマリコやな。そして、ああわ、絶対こう映ると思った。演出がええな。ええですな、今の。ええですな。うん。おお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 ハロ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 ロハロロハロロ、誰かいる。おお、大丈夫か。あなた男の子でしょ、うん、このくらいのことで泣かないの。ご覧、これが地球よ。お、うまいうまい、このスライドうまいっすね。うまいわ。その話題からすぐにそらす。正解ですよ。ここがあなたのお父様の育ったところなのよ。お父様はあなたがいくらでも威張れるような立派な方だったの。おだったの。母親ってみんなあんなもんかな。アムロは母さんにずっと会ってないのよね、うん、おでもあ、ハロアムロブライト呼んでる。オッケ ー、 おーハロハロ、かわいいな。お母ちゃんはいつこや。無茶だブライト君、もっと行動取りたまえ。あなたにはあれが目に入らないんですか。うわ、真上地面を走りたいぐらいです。しかしだな、あんたに召喚できないパイロットで。いいえ、できます。ほー、やかましい野郎だな、本当に。はっはっ、めちゃくちゃやってくれてるやろ、スレスレで。目標は300超えにかかる様子です。やかましいな。300を超えさせるな。地上軍のマゼルアタックと接触でき次第攻撃を。ガルマ、マゼルアタックかっこいいな。木馬がなぜあんな飛び方をしていると思う、うん、我々のレーダーから逃れるためだ、うん、違うな。ミノフスキースクリーンの上に地形を利用した強力な妨害網を引くつもりだ。おう、こうだな。となればミノフスキー粒子の効果は絶大だ、うん、どんなに強力な誘導兵器も使わせんということか。そういうことか。待ち伏せるんだ、我々の有利な地点で。打ちづらいわけだ。そして一挙に叩くか。どういうこと。一旦待ちだね。この変態が引き上げていく。何かある、うん、あるね。これが我々のいるグレートキャニオン。ホワイトベースの現在位置はここだ、うん、そして敵はおそらくこのミッドコあたりに戦力を結集してくるだろう。どうか読み合い。ここが我々の最も不利な地点だから、ガンダムの働き感で我々の運命が決まる。おお、また責任がな。はい、俺たちはどうでもいいんだってよ。はい、一言多い。ブラボー、一言多い。いや、じゃねえんだよ。艦長、この方たちがどうしてもお話をしたいことがあるそうです。またか、しつこいな。なんだ。実は私たちをここで降ろしてもらいたいんです。おお、降ろす。戦闘中だっていうのに。おお、この先にあるセンターアンジェは私の夫の故郷なんです。はあ、故郷。こんなところでこんな言葉を聞くと。ご無理は承知の上です、うん、でも私はこの子を父親の故郷で育てたいんです。あなたたちはよくもそんな自分勝手なことが言えたもん。故郷、ジオン軍側。私にアイデアがあります。なわけねえやろ、こうちゃんが。その今領内だろ、はい、ジオンに一時休戦を申し入れてこの人たちを下ろすんです。おお、通るのかい、それ。どう思うしゃ。避難民を下ろしたいからという休戦理由は気に入りませんな。しかし敵がどういうつもりか知らんが、こちらも時間が稼げる。それで、うん、足の遅い陸上兵器を今のうちに補強すれば、わ、我々の勝利の確率は高くなるわけか。よし。どうもお坊ちゃん育ちが身に染み込みすぎる。甘いな。かわいそすぎる。親友だと思ってんのにな。親友つうか。なんで壊ったの。なんかかっこいいのが出てきたな。もったいないじゃん。にゃんにゃん、うるせえ。にゃんにゃん、ふざけとこなきゃごまかせねえんだとよ。おお、だいぶだいぶあんな近くで爆発したらさ、そうなるわや。あー、来ちゃったね。準備はどんどんできてるね。まあそうだよね、攻撃はせんが準備しないとは言ってないっていうね。そらそうなるわ。これなら必ず勝てる。これで勝てねば貴様は無能だ。ひどいな。回もびっくりの一言多いんだよ。一言多いんだよ、マジで。あー、これでね、下ろすわけだ。なんかイザークを思い出したよね。ドカーン、誰かしらがドカーンせな、ええけどな。あー、これ、あ、大丈夫ね。カイ君が乗ってるんだ、あー、アムロも乗ってるんだったら大丈夫ですね。コーラサワー的な感じですね。彼らが乗ってればいきなりドカーンはないっすね。もう引き返せませんよ。いいんですか。覚悟はできた。どんなことがあってもこの子を大地で育ててみたいんです。これはね、なんていうか今までのガンダムシリーズを見ててたまにお叱りを受けるところではあるんですけども、なんていうか僕は何度も言っております、ガンダムを何かと他のシリーズと比べたりすることで絶対ないんですよ。比べてどっちが楽しいとかないんですよ。その作品その作品全部が楽しいから、はい、全部楽しいんで。で、僕が何か他の作品を出す時っていうのは、なんかここ似てるよねとかオマージュ要素っていうのはいつも言ってるんですけども、なんか個人的に今ちょっとね、すごいね、本当に恐縮ながら嬉しくなったのが、例で俺結構いろんな作品のあ、これ似てるよねとか、これがあだこうだっていうのは言っちゃうんですよ。ほんならそれがなんていうの、 お守りみたいな感じで、絶対死なねえお守りみたいな
な感じでコーラサワーって出たりとか、なんかマスドライバーあーだこうだっていうのがね、なんかポンって出るのが俺すごい嬉しくてね、なんだろうな、みんな多分あの俺がガンダムにハマってることで多分わかると思うんですよ。見てらわかるんですよ。でも本当にね、あのみんな思ってる以上に俺めちゃくちゃハマってるんですよ。本当に難しいところは多いから、なんか間違えたりとか事故ったりするんだけど、変なこと言ったりとか、ただなんかね嬉しいんだな、知識ちょっとずつね、ほんとちょっとずつついていってるっていうのは、なんかみんなのおかげでね、あのなんかついて一歩一歩進めてるなっていうのは、なんかちょっと感慨深いというか、あー楽しいなこんな気持ちあなたにはわからないでしょうね、こんな気持ちあなたにはわからないでしょうね、来ましたよ俺の言った言葉の後に、あれだと煽りなんだよ、あれだと煽りなんだよあー面白い、いやー楽しいわ、本当に楽しいわ。出た、頭上にキノコ、頭上にキノコ、ちょっとね好きになったって言ったのにちょっといじりを入れていくっていうね、最初から気になってたんだよ。ビッグジョン、ホワイトベースの搭載機を確認します。ジョンです。何か変わった点はないか。胴体側面に弾が当たったような穴があります。おあれがつけ馬っていうのね。はい、おいバカ野郎、よせよ、焼いてんの。いやすげえよ、照れてる、心配してるんだ。そうだよ、彼女も苦労してるもんな、お父ちゃん母ちゃんの件で。子供が手を振ってますよ。おう、あー結局敵ながらそれぞれの正義のもとに動いてんだよ。あっちに立ちゃいいやつらなんだよ。この辺にあんな大きな湖が、いいね、複雑よな、正義対正義、なんとも言えんわ。なんて湖だ。爆撃された後でしょ、きっと。どこに着陸しましょう。向こうがミッドだな。爆撃された後でしょ。そっちに降りろ。さらっとぶった切り。まあでも確かにね、道路がいきなりブツンって途切れてるから。そうな家もある。よし着陸しよう。はい、作戦開始だ。どう、すぐ済むからね。おお、一言いいことを言うね。一言多いのが彼なんだけど。おい、大丈夫か。おお、どうガタが来ちまったらしいぜ。みんな貴様らのせいだ。離着する。了解。ボブスン、応答願います。こちらビッグジョン。どうやら我々の攻撃が今頃になって効いてきたようです運の悪い連中だ。監視を続けろと言え。了解、うん、気になるな。何が。ローターの一つが止まりました。ん、私の考えすぎだ。どう、考えすぎが。高度を下げています。不時着らしく見せるんだ。いいな、分かってます。おお、うまいな、うまいな。不時着って結構危ないからな。必ず倒れるときはあのアムロに乗っかったりとかしていくの面白いですね。一応この時代からやっぱこういったちょっとエチエチはあるんですね。こう分かる、ぶつかるときになんでそうなるんだよみたいな、なんかあれ五等分の花嫁でもあったんだけど、こうこういうのなら俺も乗っかるみたいな。騙せたんだろうか。あ、五等分始まります。あ、もう始まったかもしれないわ撮り始めてるんで、あの動画出てると思います。10時からやってます。五等分も可愛いんだよな。可愛い女の子いっぱい出る。女2人、子供3人の計9人です。いなかったよ。誰の戦闘員を潜り込ませるつもりかと思った我々も監視しているんだぞ。勘のいい、できるわけがない。シャアさん、どう、わしらさっき見た家にとりあえず住むつもりじゃ。どうしても戦闘アンジェに行きなさるのか。ここからなら大したこともありませんから。戦闘アンジェが亡くなっていましたら皆様のところへ戻らせていただきます。お、切り替えが早いね。すごいね、亡くなってたら恐ろしいことなのにな。それでもあの親子はどこへ行くつもりだ。この先は何もないぞ。機長、ああ何もない、何もないは悲しいな。バイオットが脱出、ホワイトベース方面に向かいました。お、追いかけます、追いかけます。わアムロやったぞ、引っかかった。お、すごい。でこれもシャアはもしやって思ってんでしょ。いやすげえな、おもろいな、ワクワクが止まらんですよ。どうなるんだろうなって気になってしょうがない。え、これ続編が ZZZ って感じで繋がってるんですかね。宇宙世紀は全部で一つのなんか続きものなんですか。わかんないんだけども、アナさんはね全部別ですけども。おー、あぶねー、あららららで、その先には何もないんだろう。かわいそうに、こんな苦労までして。上がれねえやん、これ上がれねえやん。どうするんだい。終わった、場所終わった。どうするんだい。いや普通に上がるんかい、普通に上がるんかい。おこいつバカ野郎、なんだこいつ、照れてんじゃねえよ。あれじゃねえよ。そりゃそうなるわ、そりゃそうなるわ、アホやろ。ちょっと寄り道をするぞ。あの親子が気になるんでしょ。やれますよ。ガルマ大佐はまだお若い、俺たちみたいなものの気持ちはわからんよ。おお面白い。で、あいつらは結局上がれてないという状態なのかな、あの親子は。うん、お危ないね。どうしたんです。危ないね、帰ってきてるからな。引っかしてきやがった。もう違うの、目的が。目的が違うんだよ。どこ行くんだ。リュウさん、急いでコンテナを開けてください。うん、リュウさんちゃんと見てるね。彼本当仕事できるな。おー出てきた、いいね。ガンダム大地に立つ2度目、2度目じゃねえけど、正確にはこう立ち上がるのがね2度目っていうことで、うん、ビーム兵器。よし、いいっすね。湖の中に隠れていろ。地面がえぐれてる。作戦が始まったら敵の後ろからお前が、おい、アムロ、どこ行くん
だ。無線は使うな。敵のパトロールがあの親子の方へ行った。気にならないのか。そうか、助けに行っただけなんだけどね。わかりません。親子は狙わんやろ。結果は15分後には出ます。まあわからんやな、そんなもん。さて、敵なんだから。試してみる自信はあるの？ああ、戦場になる地形も見てきた。やってみるさ。よし、ガンキャノン、ガンタンク、発進準備にかかれ。意外と頼りになる。はい。おお、まともになったな、ちょっと。ああ、じゃあ、しかも上がれてるじゃねえか、崖。どうやってこいつら上がったんだよ。いや、怖いわな。あなた、氷を助けて。怖いわな。おお、危ねえ、撃つなよ。いや、これ複雑やな。複雑やな、これは。いやー、これ見ちゃうときついな。どぎついな。これをやらなあかんのやで。きつっ。うおー、容赦なし、容赦なし。あ、まあまあ、気づいたら撃つしかないからね。何か？カリだ、確認するぞ。ミサイルセーフティー解除。今のチラーンっていうのが、あーあーあー、発見されたか。あー、連邦軍のモビルスーツか。見つけなければいいのに。もうそら当たるわ、そら当たるわ。うわ、超悲しい。うわ、胸くそ、超胸くそ。うわ、脱出できたか。おーおー、いけんのこれ。ああ、よかったよかったよかった。まあ、よかったのかよくないのかわかんないけど。通信が止まりました。どういうことだ。パトロールは放っておけ、戦闘開始だ。うわー、いやー、よかった。でも生きてて、やっぱ結局は正義なんだよな、それぞれの。おー、ガンキャノン。ちぇ、もう少し高度を下げてもらえないのかい、セイラさん。無理ね、これ以上下げればホワイトベースが動けなくなります。頑張って、カイさん、うん、やってみるよ、セイラさん。古川さんの声めっちゃええよな、本当に。めっちゃ好きなんだよ。落ち着くんだよ、わかる。着地した。おぉ、おぉ、はいはい、狙ってやがる。やばいね、やばいね。あぁ、だいぶきついね。どうすんだい。打ち方おもろいな。ダダダダダって四つん這いになってからのダダダダダダって。おう、まあそりゃそうだよね。じゃないとこう狙えんもんな。やる。泣きべそからのやることはやっていくっていう。やっぱおもろいな、彼。彼おもろい。俺だって。おお、引いてる。出るか、奥歯の後ろ。泣きべそかきながら強い。援護してくれ。やるな。おお、いけるか。ああ、たまたまか、たまだけに。たまたまか、あれは。やばいな。我が軍は湖を背中にして木馬を攻撃しているわけ。まずいね。あ、最悪のブラックジャックはまた3キロ移動しました。ガルマ、おう、湖を背中にしているブラックジャックを木馬の前へ移動させろ。なぜだ。木馬が沈むのも時間の問題だと思うが。湖に着陸した輸送機からモビルスーツが出てくる。私ならそうする。おぉ、我々はあの輸送機の中を調べていないんだ。それがたまたま今ずれたんだね。モビルスーツだそうです。いや、シャアはすごいな。読みが、読みが。あ、でもこっちがあるからね、こっちがある。そうか、こっちで。あー、はい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 、理解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 。合流したわけが。ガンダムです、うん、作戦通りよ。アムロは後ろから。よし、うん、ホワイトベースは火力を前方にのみ集中する。各員、前方のマゼラタックを撃破せよ。作戦通りに結果的にはなるってこと、これ。なんか湖からの話だったけどの、場所が変わっただけっていう感覚なのかな。でもシャアとしてはまたなんかちょっと何って感じだね。裏を書かれたみたいになってるよね、アムロの暴走なのに。ヤバス、ヤバス。おお、やるやん、やるやん。さっきなんか高校下手くそとかで言われてたけども、どうし打ちになるぞ。攻撃中止。やるやん、ミサイル避けてるがな。やらせるか。さすがの100発100中。いや、やばいよ。ガイのね、あの命中率と彼の命中率を見れば、何でも投げるな、こいつ。何でも投げるな、すごいな。ハンマーな、あのメイスみたいな。メイスじゃねえな、わかるやろ。あれも投げたりとか、何でも投げるな。ロケラン、ロケラン投げ。あ、あー、面白い。すげえ。ここでどちらが勝っても負けても、私のように夫を亡くす人はこれからも大勢出るんでしょ。氷、お眠になったのね。で、ここで出会って、ここで結婚したらおもろいな。いや、すごいいい話した。いやー、いやー、ちゃんと的確に操縦席。いくらガンダムでもあれだけの弱を防げるか。それを防いでんだよ、今お前は。お前は今それをやってんだよ。いや、ええな、本当に。いや、強さが楽しいわ。俺だからランボーとかね、俺そっち系好きなんすよ。あのエクスペンダブルズとか大暴れしてるあの杖ニキたちが、うん、好きなんだよ。もうこういうことなんだよ。スティーブン・セガールとか絶対あいつボコられないやん。あっ、あっ、やりそう、やりそう。俺にだってこれくらいはな。おお、助けてもらったな。だあ、逃げた。いや、怖いな、怖いな。そら逃げるわ、そら逃げるわ。で、ちゃんと上から操縦席に至ってんだよな。必殺、必殺。汗、汗。これだけの軍隊を持ってやれない。無能確定になっちゃう。このような失態を姉上に何と言って報告したらいいのか。挽回するチャンスはまだある。それに我々指揮官は最前線で指揮を鼓舞しなければ。
次は私も行かせてもらおう。頼む。我々は無能めって言うかと思った。今夜は救助カプセルで休むといいでしょう。おお。ありがとうございます。優しい。坊主、強い男になって母さんを守ってやれよ。優しい。おお。離れたか。いいじゃん。ここなんかいい話やね。奥さん、はい、ここが1年前までセントアンジェのあったところです。奥さんは湖の仲間のところにお帰りになった方がいいでしょう。ここが、あ、ここがセントアンジェ。最悪だ。まさかのワンチャンありえるパターンが来ちゃった。だからもうこれで、そっか、さらっと言ったけど、そら本心はこうだよね。なかったら戻ってくるわって言ったけど、なかったらそらこうなるわ。いや、つらどぎついな。あそこだけいい話と思ったけど、そうではないんだよな。これが戦争なんだよね。あの親子はセントアンジェにつけたんだろうか。残念、ついたんだかついてないんだか何とも言えないですな。失われたサントセントアンジェサントス。ああ、はい、ということで今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。めちゃくちゃ面白いですね。あ、めちゃくちゃ面白いですね。なんか意外なことが連続で起きたっすね。もう3連チャン4連チャンでこの輪だけであれやこれや起きましたね。回のね、いきなり相手をやった、お、やるやんと思ったらただのたまたまだったっていう、玉だけに玉だけにたまたまだったっていう話でさ、おーみたいな。その後のよいしょっていう覚醒、あれによってだからちょっとアムロとの仲は良くなるんじゃないの。ちょっとなやこいつってなってたからさ、絶対にからの敵人間だったっていう、当たり前なんだけどね。だから敵にも正義はあるっていうところの表しがいいな。これ多分ね、子供時代に見ても分からんすわ。大人になってから敵にも正義があるっていう考えはついてくるんで、なんかそういった意味では、でアムロの勝手な行動によってね、シャアのこの狙ってたこと、もしかしてこれワンチャンあるんじゃねえかっていうことが外れていくっていうことだったりとか、なんか本当にね、いろんなことがイレギュラーで起きたね。ああ、よかった。で敵がね、だから親子を助けたやつが死ぬのかな、大丈夫かなっていうふうに思っちゃったけど、でも大丈夫だったっていうね。胸クソで終わら、まあ終わったんだけど、地元がなくなってたっていう話なんで胸クソなんだけど、まあ言いたいことは分かるでしょ。そんな感じです。ということで今回はこんな感じで終了していきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!